ビーバス。数字の迷路。え？やばいな、あいつらパスワードが分かっちゃったぞ。逃げられた。心配するな、遠くには行ってない。追いかけよう。ありえない。だ、どっちに行けばいいんだ、この道しるべはどういう意味かしら。こんな道しるべは見たことない。失敗いらない、多分こっちだ。数字の迷路だ。あいつが道に迷って永久に出てこられないぞ。じゃあどうやってあいつら捕まえるの？後についてけばいいじゃないか。じゃあ俺たちも閉じ込められちゃうじゃろ。まあ何それは困る、悲しすぎる。あいつらを捕まえて大魔王様に差し出せばいい。あ、なるほど。ここさっきも通った道みたい。そうかも。大変、私たち道に迷っちゃったのよ。どうする？心配しないで、これは多分数字の迷路だよ。そうだ、迷路の中にヒントがきっとあるはずだ。その通り。みんな僕たちと一緒にヒントを探してくれるかい？どの道しるべが合ってるの？道しるべにヒントがあるの？そうだ、この道しるべがヒントなんだ。道しるべに人参が何個あるか数えてみなきゃ。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。あれれ、人参が多すぎて数えられない。僕たち5までしか数えられないのに、トゥトゥはできるかい？みんな、これで数えられるようになったかい？じゃあ道しるべをもう一度見てみようか。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、つまり6。これは間違い。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ。これが正解ね。6の方へ行けばいいのね。個数と数字が一致する方向へ行けば迷路から脱出することができるんだね。みんな一緒に行こう。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ。トマトが6個だからここは違うね。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ。トマトが8個だからこっちも違うわ。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ。トマトは7個、数字も7。ここだ。みんなもわかったかい？イエーイ、この調子で進んでいこう。そんなバカな、取り逃した。しかもこっちが道に迷ったみたい、悲しすぎる。三本道だ、どっちに行けばいいんだ。真ん中の道が合ってるみたいだ。違う、こっちだよ。右じゃないか。じゃんけんしよう、勝った人が決めるんだ。へい、言うこと聞けよ。やった、迷路脱出成功。だけど問題がもう一つあるぞ。
じゃあどうするの？みんな、ここにあるのは何かな？これ何？魔法の爆弾みたいだな。ああ、わかった。魔法の爆弾でサボテンの障害物をなくせばいいんだ。でもどうやって？サボテンが何個あるか数えてみよう。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ。サボテンは7個だ。みんな、どうやったらいいかわかるかい？あ、わかった。数字の7が書いてある魔法の爆弾を選べばいいんだね。その通り。はい。やったわ。障害物が消えた。だんだん進むぞ。びっくりした。今度は私が数えてみるわ。ミュウミュウ頑張って。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ。8だわ。あ、大変だ。ニワトリがつつこうとしている。いや、キキのおかげで助かったわ。軽いもんだよ。ここにもう一つある。これも数えてみよう。みんな一緒に数えてね。どの魔法の爆弾がいいかな。8個みたいだけど。僕の目にも8個に見える。じゃあ数字の8が書かれてる爆弾を選ばなきゃ。しまった、9個だった。数え間違えたぞ。ダチョウが走ってくる。早く逃げろ。出口はどこ？